はい、それでは、えっと、横浜国立大学の、えっと、細田明が、えー、トンネルの復興コンクリートの品質確保について、えー、説明します。えっと、この図は、えっと、東北地政の、えー、手引きに載っている概念図ですが、ナトムトンネルの、えー、復興コンクリートの劣化の実態を、えー、示しております。えーまあ、今日は特に、えっと、この、えー、縦断方向の、えー、ひび割れと、 施工目地部の浮き、薄離、薄落、まあ、これに着目して、えー、説明します。まず、えー、トンネルフ庫コ,コンクリートの、えー、打ち込みが難しいのは、えーまあ、この図にありますように、えー、最後、天和部、この吹き上げ口、1箇所から、えーまあ、吹き上げると。 緑、青の丸で示してありますけれども、この青の打折庫は比較的天板に近いところに書いてありますけれども、実態としてはもう少し低いところに、えー、あり、最後、この吹き上げたコンクリートはこう下の方に流れ落ちていくと、そのようにしながら充填しなければならないという、えー、難しさを、えーまあ、含んだものになります。でえっと、このスライドは、えっと、私の個人の疑問をまとめたものになります。 復興コンクリートにおいて、果たして打ち込まれたコンクリートは硬化後にですね、均質になっているのか。まあ、なるべく均質に近いコンクリートを、えー、打ち込む必要があるという認識を私は持っています。それから、炭、えっと、線維、あのボリポリプロピレン等の合成炭線維、剥落対策、うん、これがスペックにされている。えー 発注者事業者もありますけれども、国交省の場合は標準仕様にはなっていないと。でえー、っと極めて長期間にわた、えーまあ、って強要され、えー、第三者あに対して直接面しているのが復興コンクリートですから、えー、この無菌というもので本当に大丈夫なのかと、えー、っと大丈夫な場合ももちろんあるんで,るんでしょうけれども、す、え、べ、ー、てのトンネルが本当に大丈夫なのかという疑問を私は持っています。 から施工目地近傍の不具合というのは、えー、後々第三者へ、えー、の被害を、えーえー、引き起こす可能性の高いものですから、これに対する対策が十分でしょうか。それから今日はえっは、と、あまり深くは触れませんが、ひ、え、び、ー、割れという問題は常に難しい問題でして、えー、標準仕様で施工者の方が適切な施工をした場合に、すべてのひび割れが防止できるのか。 えっと、発生するのがやむを得ないようなひび割れもあるのではないかという疑問を持っていますで、えっと。以前に比べるとかなり良い養生がされるようになってきておりますが、えー、長期の性能を確保するために必要な、えー、養生条件とは何なんでしょうかとこの辺りを、えっと、み,みんなで勉強を重ねていく,いく必要があると思っています。さて、えっと、これは我々のチ私のチームで、えー、東北地政のナトムトンネルの えー、点検データを分析した結果です。えっと、返上の数っていうのはものすごい数があるんですが、えっと、その中で、えー、A 判定ですから、えー、要対策の劣化というのは、やはり雨季、薄利、薄楽に多いと。それから、えー、さらに分析を重ねました。えっと、2014年から18年度に点検された 255本分の定期点検データをお預かりして、品質確保の取り組みの効果を検証するとともに、将来の課題というものを明らかにすることを目的に行いました。でえっと、PDF で点検データをいただくんですけれども、この右の図にありますように、これがトンネル1ブロックの復興コンクリートを展開したものでして、 この真ん中のここが天馬部付近、それから、えっと、両,両端が、えー、左右の両端が、えー、施工目地になります。えー、この辺りが片部で、下が側壁、えー、の下部になります。このように、えーとえー、と点検で、えー、記録された不具合がどの場所に発生しているのかということも、えー、デジタル化し分析をしました。 255本のトンネルすべてを分析することはあの手数の関係でちょっと不可能でしたので、えー、2014年、えー、東北地政で品質確保の取り組みが、まあ、本格的に展開されている時期ですけども2014年以降に完成したトンネルから、えー、アフターという意味で A1 から A1010 本のトンネルを、まあ、選出しました。それから いわゆる B4 のトンネル、1992年から2007年に完成したトンネル、42本のうちから B4、B1 から B7 まで7本のトンネルを選出しました。で、えっと、この1スパンあたりの雨季、薄利、薄楽、施工の良し悪しに起因すると思われる、この雨季、薄利、薄楽の発生件数が、えー 選出した母数、母集団、全体の数字とあまり変わらないように0.31,0.37,0.68,0.70、あまりここに差が出ないように、恣意的にならないように、アフターとビフォーのトンネルを選出いたしました。これが分析の結果の一例でございまして、左側がひび割れです。アフター10本のトンネル、ビフォー7本のトンネル。でこの数字は発生確率。 不具合の発生確率です,ですから、えっと、ビフォアのトンネルはどうもこの天馬付近に、えー、発生するひび割れが多く、えー、場所によっては、えー、発生確率が20%を超えています。すなわち、えっと、5ブロックのうちに1つぐらいは、えー、こういう天馬付近のひび割れがあったということでございます。一方で、えっと、品質確保の取り組みが本格化したあ以降の、えー、トンネルにおいては、 天馬付近のひび割れがほとんどなくなっているという、えー、結果になりました。一方で、えっと、側壁に、えー、の中央付近に入るひび割れについては、えーま、発生確率は高くても、えー、10%程度でございますが、えー、0.1ぐらいでございますが、えー、ビフォーとアフターにそれほど顕著な差がないように見えます。すなわち、品質確保をしっかりしたトンネル群においても、 こののの側壁部のひび割れれとといいうのはそれなりに発生していると右側、雨季、剥離、剥落の点検結果ですけど、えー、ビフォアのトンネルは、えー、天馬付近の施工目地付近に、えー、結構な確率で発生していると。まあ、それがアフターのトンネルは、えー、っと相当抑えられているように、えー、この結果では見ることができます。 で、えっと、いまだに根絶できていない施工目地金傍の不具合ですが、えっと、これも東北線の手引きに書いてある概念図です。えっと、詳細は手引きをご覧ください。で、えっと、いくつかの例を実、現実の例を写真でも示しました。で、えっと、先ほどのこの概念図で、えー、後打ちのコンクリートと先打ちのコンクリートの間に付着が存在するので、えーまあま、このような、あの、 不具合が発生するというのがあ手引きにも書いてありますので、えー、例えば防止対策としては、えー、2つのブロック、えーと、後打ちと先打ちの間の円を完全に切ってしまうと。これは、えー、と簡単、えー、すみません。ビニールシートを、えー、設置して、えー、このビニールシートにより円切りをすると。ですとか、えー、っと、後打ちと先打ちの,あの接合面、 があ平滑でなく、えー、不力が存在するでこぼこしているので付着が発生するということで、えー、セントルにこのような後半を,を設置し接合面を、えー、この約20センチ程度の幅において平滑にするというような対策も、えー、取られたことがありますそれから最近では目地への、えっと、付着を低減する材料の塗布なども、えー 採用されてきています。まあ、いずれにしましても、このような対策を、えー、取ることは良いのですが、えー、とそれにより、施工目次金坊の不具合があまり低減されたのか、根絶されたのか、そのようなことを、えー、と時間はかかりますが、えーと、検証を重ねていく必要があるというのが私の見解です。でこれは、えー、っと、アフターのトンネル10本とビフォアのトンネル7本について、テンバブ金坊のひび割れ、 と、青と、それから、えっと、セコウメジブ、近傍の浮き剥離剥落の、えー、数をプロットしたものです。でまず、青について見ますと、えっと、天馬部、近傍のひび割れが、アフターのトンネルでほ、えっと、全く発生していないトンネルも、えっと、出現しています。一方で、えっと、アフターであっても、未だに発生しているものもあるので、全体としての品質は上がってきているのですが、えー、まだ <laughs>、改善が必要な現場が、えっと、 いくつかあるというようなグラフに見えます。同様に、えっと、施工目地不均防の浮き剥離・剥落も、えー、完全に根絶できているようには、えっと、この図では見えませんが、アフターでは相当に低減されているトンネルが出てきているという図になります。これが最後の図になりますが、えっと、アフターのトンネルにおいて、えー、浮き剥離・剥落の えー、発生原因があ、まあ、推定ですけども書かれている、えー、トンネルがありました。えっと、<laughs> 発生原因の、まあ、大きな一つとして、えー、型枠の変圧、えー、もしくは型枠の設置、固定があ不十分であったと,ということにより、えーえーまあ、三日月状にこう指輪が入ることがありますけども、施工明治じ金に。 まあえっとそのようそれがまあ原因であるというふうに書かれたあトンネルがありまして、それがオレンジです。ですから、えっと雨季、剥離剥落がすべてえっとその型枠の変圧、設置不良によるものであるのはこの a 級ですね。それから例えば A3 の場合は、えっと他の原因によると思われるものもあるんですが、約半分がえっとこれが原因であると。ですから、えーま 将来に向かって、この型枠の変圧設置不良というものについて、えー、十分な配慮をしていけば、施工明示金墓の浮き利百落はさらに、えー、減る傾向にあるということが、この、えー、分析結果から読み取ることができます。はい。えっと、今日は、あのー、限られた時間で、えー、いくつかお話し,しましたが、あ、あのー、まあ、今後の品質加工について、えー、参考になれば幸いでございます。それでは、えっと、発表を終わらせていただきます。